さてタイガースは明日から名古屋ドームで中日との3連戦、そして1日月曜日移動日を来まして甲子園球場に戻って横浜との3連戦、その後ジャイアンツとの3連戦が控えています。真弓さん、この名古屋ドームでの対戦でもやはりこの左投手との対戦というのが多くなってきそうな、ね、そうですね、こんな感じがありますね、そういう予想はされますよね、そういった中でやはり苦手を作ってはいけないということは思うんですが、タイガースの打線にとって左投手っていうのはどうなんですかね。あまり得意としてない分野ですかね、そうですね、打線見てますとね、今日も左が一人ですよね、坪井一人、そうですね、でしょ、だからそうね、国する打線じゃないんじゃないかと思うんですけどね、今日はジョンソンの中に八木が入ってる、はい、こういうその打線っていうのをね、左ピッチャーの時っていうのはね、使っていく可能性ありますよね、はい、左ピッチャーの先発ということで昨日に続いて今日も塩谷選手がスタメンで出場しています。さて山崎続投です。4番の古田からの攻撃です。変化球で2球目ストライクを取りました。ワンエンドワンです。5回の真中からの攻撃を3人で仕留めました。この回は4番の古田からという攻撃です。中田さん、山崎にしましても先ほどまあ三者凡退に取ったんですが、次の回またマウンドに上げてくれるのかなという気持ちの中でこのベンチに引き上げていったんでしょうね、さっきのイニングはね。そうですよね、複雑ですよね、はい、投げたいのともう投げたくないっていうね、本当のこの心境なんですよ。あ、そうですか、はい、だから5回三者凡退で、まあ、終わったと、はい、で、まあ、ある程度、まあ、4回のホームランは痛いんですけど、うん、でそこで一応終わるのかなと、でやっぱりねベンチ帰ったらね様子を見るんですよ、いや交代かな、そのまま行くんかなと、だから今日の場合はよしよし、まだ投げさせてくるという方が強いでしょうね。そうですか、そうでしょうね、はい、まあ、あのまま終わっていればね、負け投手つく可能性、ね、勝ち投手絶対つかないんですからね、はい、ただこれ投げてると勝ち投手がもしかしたらつくっていうケースですからね、はい、うん、そうですね、だから悪いままで終わるよりもちょっと我慢して投げ続けていればもしかしたらいい結果になるかもしれないと、ね、いうところでね、はい、もう投げたくてしょうがなかったと思いますけどね、はい、だからね、まあ、いろんな中継ぎとかいろんな状況によってね、まあ、僕ら、まあ、中継ぎやってる時なんかこのどうしても打線を見るんですよね、あ次回ってくるんだとかね、うん、そういうのってすごいねピッチャーみんな見てると思いますよ、うん、次回ってきたらで2アウトで次回ったら回るのになとそこで終わっちゃって、次打たれたりとかね、はい、いろんなケースってありますよ。中継ぎのピッチャーっていうのはね、中継ぎ抑えのピッチャーっていうのはね、マウンドに上がるまで行きたくないなと思ってるんじゃない。さあ、そう本当怖いですよ ね上がるまで、うん、上がっちゃったらいいんですけど、はい、だからその辺のね兼ね合いっていうのを打線ねすごい見ますよ。ああ、そうですか、はい、本当に中継ぎのピッチャー何度も何度も肩を作ってね、はい、うん、大変だなと思いますが、だからみんな先発したいんですよ、まあ、山崎をしてますけど、はい、例えば竹内とかね、船木とか、はい、だからそういう意味でもこの数少ないチャンスをいかにものにするかですね、だからまだ投げさせてくれるんだから、あと7回あと2回ですよね、7回までこの、まあ、0-0 ときたらね、はい、まあ、ある程度のちょっとは目処を見たいのはつくと思うんですけどね。中継ぎのピッチャーっていうのは常にいい調子でいるっていうのはなかなか難しいですからね。難しいですね。もう調子が悪くてもいかなくちゃいけないっていうところはあるでしょうし、はい、まあ、先発のピッチャーっていうのはね自分の登板の時に調子を上げていって、もしも上がらなくてもこれはもう自分の調整の仕方ですからね、これもどうしようもないことですけど、中継ぎのピッチャーっていうのはね、そうですね、悪くてもねいかなくちゃいけないっていうところありますからね、はい、ただ先発のピッチャーから比べればね大変ですよ ね、 そうですね。だから例えば遠山、田村が、まあ、4試合空いたと、まあ、しますよね、はい、そうしたらね4試合投げ、まあ、行かない間でも試合中何回作るかですよね、うん、
だからその辺をこうちょっと感覚空いてるのにどうしたんだという見方がね一番困るんですよね、うん、まあ、やってた方としたらね、はい、まあ、かえってねあのブルペンで余計に球数投げてるかもしれないしね。そうです、それだったらもうすぐ試合に行かせてくれた方がよっぽど楽なんですよ、うん、だからそういうね悔しいのを山崎が一番知ってるんでね、ぜひともなんこの頑張ってほしいんですけどね。そうですね、しかしここは5番のペタジーニを歩かせました。柳沢コーチがこうたまらずマウンドに行きます。ノーアウトランナー2塁1塁ということになります。この回は4番の古田からですが、センター前にヒットを打たれて、そしてペタジーニを歩かせてしまいました。この後はスミス、スリーランホームランを打たれているスミス、そして池山と続いていきます。中田さん、せっかくそのね野村監督が次もマウンドに上げてくれたわけですから、うん、いいところ見せるべきところなんですが、4番からの打順でね、だからあの、まあ、マウンド上での山崎ペタジーニに対してはね、はい、やっぱすごい迫力を感じてると思いますね、うん、まあ、あの1打席目はちょっと詰まったヒットでレフト前、はい、でまあ、フォアボールフォアボールでしょ、で今日はそんなフォアボールで2つこのペタジーニに与えてるんですよね。そうですね、はい、今日の試合の中でね、だそれだけこう威圧感みたいのを感じてると思いますね。そうですか。でこのスミスに対しても、まあ、先ほどホームランを打たれる前にノースリーになりましたよね、だからここで、まあ、初球ボールでもいいからどういうカウントを作っていくか見たいですよね、はい、逃げのピッチングじゃなくてね、うん、さあランナー2人置いてスミスと対します。しかし中田さん、ペタジーニを怖がる気持ちは分かりますね。ヤブから打った大きなホームラン見せられますとね。でもこうなったらね、なかなかこの商売になりませんからね、うん、古田にセンター前にヒットを打たれ、そしてペタジーニをフォアボール歩かせました。スミスとの勝負、だからちょうどいい場面ですよ、先ほどと一緒ですよね、はい、だからどうやって開き直れるかですね、うん、今なんかいいまっすぐですよね、うん、141キロ出ています。もうこうなったらもう下手に結構山崎小細工したがるタイプなんですよね、はい、だから今みたいのでこうガッと逆に攻めた方がいいでしょうね。矢野は内側を構えましたが、ツーエンドワンとしました。時と場合によったらね、本当にもう真ん中目上げてねガッといくのも大事なんですよ、はい、で打たれんなら打ってみろというね。いや僕打たれたことあるんですよ本当に、逆にねでもそのくらいの気持ちがないと、本当ね、コースばっかり狙わせたらね、打たれますこれ。そうですか、はい、僕はもう2打席連続ホームランでもいいやと、そうそう、もういう気持ちでね、打たれると本当に嫌なんですが、そういう気持ちでね、うん、打ってほしいところですが、そう詰まりますこうやって思ったらね、これは押し切りましたね、はい、さあセカンドランナーがタッチアップセーフです。ワンアウトランナー三塁一塁となります。スミスを打ち取ってワンアウトにしました。これは3つ中田さん、はい、まっすぐで押していったんですか。そうですね、力で押しましたよね、はい、バッターとしたらね、まあ、こういうチャンスの時っていうのはね、ピッチャーがどういうことを考えてるかなってよく考えるんですよね、はい、それで、このピッチャーはこういうことを考えてくるだろうっていうことで、球種を読んで、そのボールに張っていくわけなんですけどね、開き直ったピッチャーほどね、立ちの悪いピッチャーっていないんですよそうどんな球が来るか分かんないでしょ。で今のねスミスがねそういうふうな、ね、気持ちでね、ライトフライを打ったと思いますよ。これに142キロぐらいでね、まっすぐ3球も続けるなと思ってね、多分バッツ出してきたと思いますね。うん、じゃあスミスの方としたらもうちょっと最後ぐらい変化球来るかなという、来ると思ったでしょうね、2球ストライク、ストレートで取られてますんでね、はい、だからここでですよね、はい、まあ、ワンアウト一三塁になって今度はもう外野フライちょっと
ダメですよね、1点入りますから、そこら辺でこう逆に今度コースコース狙ってボールボールにならなきゃいいなと思いますね、今までのパターンで大体山崎そういうケース多かったんですよ。だからスミス見たい気持ちの方がいいと思いますね。そうですか、はい、同じ気持ちでいいんですね、はい、池山は今日は最初の打席で先制のタイムリーを放ちました。ライト右への当たり、ライト線の当たりでした。これはよし、ライアフライでも1点入るという状況です。ワンアウトランナー3塁1塁です。3塁ランナー古田、そして1塁ランナーはペタジーニです。これまあ、結果的にね打たれることがあっても、とにかくもうこれツーナッシングなんですけどね、はい、勝負に行っていいと思うんですよ。いやもう行っていいですよ ね、はい、あまりねボールを振らせようという意識ありすぎるとね、はい、また逆にカウント悪くしていきますから ね。ピッチャーのタイプでね、投球の間隔が空いてしまうピッチャーっているでしょ、はい、山崎もそうなんですけどね、はいはい、これ前後の、ね、ボールの、 その緩急ってつかないんですよ、なかなか。あバッターの、ね、頭に残ってこない、はい、だからもう一球一球ですからね、もう一球一球勝負にいっていいと思うんですね。これはファウルです。遅いボールを放って次速いボールを放るっていう時にはね、なるだけ投球間隔を空けないで、はい、そういうボールをパッと見せてすぐもうモーションに入ってね、インコースにバンと速いもの、はい、速いボールを掘っていくっていうぐらいじゃないと、うん、その遅いボールがねなかなか その後の速いボールに効いてこないんですよね。だからよくバッターっていうのはその前後のボールの環境をなくすためにね、バッターボックス外してスイングしたりとかなんかして、はいはい、自分でその前のボールをね消そうとするんですけどね。おし引っ掛けた。さあ警察コース、山崎これはいいね、よくしのぎましたね。やっぱねスミスに対する ね、はい、ね前回失敗したホームランを打たれた、それで逆に攻めてのライトフライ、はい、でこういう形はまたゲッツーになるんですね。そうですね、こういうピッチングをしてたら ね、やっぱり山崎もね、はい、一か二か向けてきますよ。そうですか、はい、スミスに対する気持ちが良かったということで池山を併殺打に打ち取っています。ゲームは6回表まで終了しています。